八戸岩手福島エス横浜長野富山藤枝沼津ギフトっ佐り今治熊本宮崎鹿児島2021年の J3 リーグ所属クラブの所在地この項目では2021年シーズンの J3 リーグについて述べる J3 リーグとして8年目のシーズン明治安田生命保険総合会社をタイトルパートナーとして2021明治安田生命 J3 リーグの名称で行う。前年まで活動していた各クラブの原則23歳以下の所属選手で結成した U-23 チームであるガンバ大阪 U-23 セレッソ大阪 U-23 が活動を終了しており、新規参入のテゲバジャーロ宮崎を加えた15クラブでリーグ戦が行われることになっている。2020年12月25日に 大会方式及び試合方式が発表された。3月13日開幕、12月5日閉幕の全30節、合計210試合で行われる。3年ぶりに参加クラブ数が奇数となるため、毎節1クラブは試合がない。また、東京オリンピック期間を挟む7月10日11日開催の、 第15節から8月28日29日開催の第16節までの7週間は試合が行われない。2021年シーズンの J3 のクラブ数は15。入会はテゲバジャーロ宮崎の1チームである一方、ガンバ大阪 U-23 セレッソ大阪 U-23 の2チームが活動を終了し、J2 からの降格がなかったため、 チーム数としては2020年シーズンから3元となっている。突起なき場合、監督代行はトップチームのヘッドコーチが務めている。1節から15節、16節から30節、最終更新、2021年10月31日出展、J リーグデータサイト遺跡によりリーグを離れている。選手最終更新は2021年10月31日の、 試合終了時出展、J リーグデータサイト最終更新、2021年10月24日、出展、J リーグデータサイト中期、全シーズンは JFL。ありがとうございます。